我が祖国、我が祖国、我が祖国は、ベドルジフスメタナの代表的な作品で、1874年から1879年にかけて作曲された6つの公共詩からなる連作公共詩。第二曲、ブルタバ、モルダウ、バルタバが特に著名である。各楽曲の初演は1875年から1880年にかけて、 別々に行われており、全6作通しての初演は1882年11月5日、プラハ国民劇場横野にある会場において、アドルフ・チェフの指揮の下で行われた。スメタナは1856年から1861年まで、古国ボヘミアを離れて、スウェーデンのヨーテボリでピアニスト及び指揮者として活動していたが、この時期にリストの影響を受けて、 リチャード三世、作十一、千八百五十七年から千八百五十八年、バレンシュタインの陣営、作品十四、千八百五十八年から千八百五十九年、ハーコニアール作品十六、千八百六十一年から千八百六十二年の三曲の公共詩を作曲している。これらは、スメタナの作品の中ではあまり知られていないが、それぞれ、シェイクスピアの儀曲、 三十年戦争を扱ったシラーの戯曲、中世のノルウェー王、ハーコン・シュグルザルソンを題材としたもの、いずれも特に国民主義的な作品ではない。チェコ国民音楽として記念碑的な作品を公共史の連作の形で創作しようとスメタナが考えたのは、オペラ・リブシェを作曲していた1869年から1872年の間のことであると言われる。当初は、 ジープ、ビシェフラド、ブルタバ、リパニー、ビーラーホラの5つの地名を各曲の題名として構想していたが、最終的にはビシェフラド、ブルタバ、シャールカ、ボヘミアの森と草原からターボル、ブラニークの6曲が作曲された。作曲はリブシェの完成後すぐに着手され、第1曲ビシェフラドが1874年に完成した。 これと前後してスメタナは聴覚を失っているが、作曲活動は続けられ、最後の第6曲、ブラニークは1879年に完成した。当時の聴衆にとって、公共師が馴染みの薄いジャンルであったことに配慮して、スメタナは自ら解説を書いて、楽曲の意図が理解されるよう努めた。さらに楽譜にも、 表題のページだけでなく楽曲の各箇所に注釈が記されている。順に、約14、12、10、13、12、13分。合計で約74分程度。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニ四、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、トライアングル、第5曲を除く、大太鼓、第2曲のみ。 シンバル、ハープ、第一曲、二、第二曲、一、弦楽合唱、チェロが二部に分かれており、全体で六部になっている。1872年から1874年の間に構想され、1874年9月末から11月18日にかけて作曲された。六曲のうちで唯一、スメタナが主張する前に、かなりの部分が出来上がっていた。 初演は1875年3月14日。編保町長。この曲は、プラハにあるビシェフラド女王を題材としている。ビシェフラドは、高い城を意味し、そのように題名が訳されることもある。この城は、ボヘミア王国の国王が居城としていたこともある。城であったが、戦乱によって破壊され、廃墟となった。1874年夏の間に、 スメタナの聴力は徐々に衰えるようになり、それから間もなく完全に失調してしまう。スメタナは仮劇場の支配人であるへ当てた辞表の中で段階的だが急速な失調について述べている。すべての音から隔絶された状況が続く、完全失調中治療が行われたが、結局成功することはなかった。曲は銀遊詩人のハープで始まり、この詩人が イニシエの王国の英枯聖水を歌うというのが内容である。冒頭のハープの音色の後、城の交渉の響きに転換する。この部分で現れる主題は、我が祖国全曲を通じて繰り返し用いられる。四つの音で構成される主題、BEDB がビシェフラド上を示しており、第二曲、ブルタバの終わりと、第六曲、ブラニークの終わりにも提示される。 この主題の最初の部分には、スメタナの名前の頭文字、BS、B、S、イコール B、E が、音として刻まれている。冒頭のアルペッジョでは、2台のハープが必要とされる。続7の和音の後、管楽器が主題を引き継ぎ、弦楽器がそれに続いて、やがてオーケストラの全楽器によるクライマックスに達する。次のパートでは、スメタナは、速いテンポを用いて、 城の歴史を呼び覚まし、これは更新曲に発展する。表面上は明るいクライマックスは城の衰退を描写する加工パッセージで中断され、音楽は静かになる。そして冒頭の主題が再び提示され、現在では廃墟となってしまった城の美しさを再び奏でる。音楽は静かに終わり、城の下を流れるブルタバ川の描写に続く。 1874年11月20日から12月8日の間に作曲され、初演は1875年4月4日にアドルフ・チェフの式で行われた。ホタンチョウ、モルダウの名でも知られる。バルタバとも表記する。この楽曲でスメタナは、ボヘミアの大きな川の一つの音を呼び起こすために、トーンペインティングを用いた。スメタナは、以下のように述べている。 この曲は、ブルタバ川の流れを描写している。ブルタバ川は、とと呼ばれる二つの源流から流れ出し、それらが合流し一つの流れとなる。そして森林や牧草地を経て、農夫たちの結婚式の傍らを流れる。夜となり、月光の下、水の妖精たちが舞う。岩に潰され、廃墟となった桁柿城と宮殿の傍らを流れ、ブルタバ川は、西安。 ヨハネの急流で渦を巻く。そこを抜けると、川幅が広がりながらビシェフラドの傍らを流れて、プラハへと流れる。そして長い流れを経て、最後は、ラベ川、ドイツ語名、エルベ川へと消えていく。スコアレラティブ C、クレフトレブルキー E マイナータイム6、8テンポアレグロコモドノンアジターとパーシャル8、1B8、P、ドルチェイ4グラム 4?B4B8、B 4 B B4C4SFC-B-PB4B8DUA4R8G4G8FIS4E4R8SCORE、e、マイナスマイナス。この曲は6曲中にとどまらず、すめたなの全楽曲の中でも最も有名なもので単独で演奏されたり録音されることも多い。最初の主題は歌曲や合唱曲に編曲されて歌われたり、 ジャズやロックへとアレンジして演奏されることもある。編曲を参照。最初の主題には、15世紀から16世紀にかけて、イタリアで活動したテノール歌手、ジュゼッペ・チェンチ作のラマントバーナに由来するメロディが改変されて、用いられている。同曲は、モルドバ、モルダビアなどにも伝わり、民謡の一節に流用され、イスラエルの国家、ハティクバのメロディの基礎ともなっている。 スメタナの祖国ボヘミアにおいても民謡に用いられている。スメタナはこのラマントバーナに由来する祖国の民謡のメロディを第一主題として取り入れたものと思われる。楽曲の最終部分には第一曲ビシェフラドの主題も組み込まれている。その他、ヨーゼフランナーの旅の更新曲、作品130のメロディが一部引用されている。 1875年2月20日に完成した。初演は、アドルフ・チェフの式で行われたが、日付については2節あり、1876年12月10日もしくは1877年3月17日とされる。シャールカとは、プラハの北東にある谷の名であり、その由来は男たちと女たちが死闘を繰り広げたというチェコの伝説、乙女戦争に登場するイサムジョの名である。 これが物語の大筋であるが、スメタナが作曲した音楽にはこの物語の様子を、ファゴットで男たちのいびきを表現したり、金管楽器がシャールカの服、角笛の音を表すなどの工夫がされており、大変迫力のある劇的なものになっている。1875年10月18日に完成し、初演はそれから約8週間後の同年12月10日に行われた。 この曲は、チェコ、ボヘミアの田舎の美しさを描写しており、うっそうとした深い森を思わせる暗い響きで始めれる。何かの物語を描写しているわけではないが、曲が進むと、夏の日の喜び、収穫を喜ぶ農民の踊り、祈りの情景、喜びの歌が繰り広げられる。そして後半は、チェコの国民的舞踊でもあるポルカが盛大に、続けられる。 1878年12月13日に完成し、初演は1880年1月4日に行われた。この曲と次のブラニークは15世紀のフス戦争におけるフス派信徒たちの英雄的な戦いを称えたものである。ターボルトは南ボヘミア州の古い町でフス派の重要な拠点であった。ボヘミアにおける宗教改革の先駆者、ヤンフス。 1369年から1415年は、イングランドのジョン・ウィクリフに影響を受け、堕落した教会を激しく非難して破門され、コンスタンツ公会議の決定で憤闘に処せられた。しかしその死後、その教理を信奉する者たちが団結し、フス戦争を起こす。この戦いは18年にも及ぶものであったが、結果として、フス運動は失敗に終わる。しかし、 これをきっかけに、チェコ人は、民族として、連帯を一層深めることになった。フス派の三美歌の中で最も知られている、が、前編を通じて現れ、これは、ブラニークでも引き続き用いられる。スコアレラティブ C、クレフトレブルタイム3、ニキー D マイナー DFF、D、D2、D マイナス RRDFFE4、マイナス C、C1、スコア、 1879年3月9日に完成し、第5曲、ターボルと共に1880年1月4日に、上演された。スメタナは、両曲を一緒に演奏することを望んだ。ブラニークは、中央ボヘミア州にある山で、ここにはフス派の戦士たちが眠っており、またンビカに歌われるセイバーツラフの率いる戦士が、眠るという伝説もある。伝説によれば、 この戦士たちは、国家が危機に直面したとき、それを助けるために復活する。しばしば、全方位からの4つの敵国軍の攻撃に対してとも、述べられる。スコアレラティブ C、クレフベースタイム3、2キー D メジャー、D-FFFD-D2、D-E4、C-C2RE4、C- から、CB-、B2A1FZR2A4。C C C B s f z c c に、A、A-A4、F-F2、にスコア。音楽的には、ターボルから切れ間なく演奏される。全曲から持ち越された主題は、まるで戦いの直後の中にいるかのように演奏される。そのため、この第5曲と第6曲は、第1曲と第2曲のように、ペアとして扱われる。ブルタバ側の旅の最後、第2曲。 ブルタバの最終部で現れるビシェフラドの主題はブラニークの最後部にも再現するターボルにも使われたフス教徒の賛美歌ナンジラガミの戦士が高らかに響き希望に満ちた未来を暗示しながら連作の最後を飾るのにふさわしく勇壮なクライマックスをもって曲を閉じるこの賛美歌におけるオリジナルの詩は最後には彼とお前が常に勝利と共にあるであり チェコ国家の最終的勝利を映し出している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。